でされて、と、配信するボタンを押して、それが1分くらい続きまして、びっくりしちゃってました。こんばんは、フル。あーちゃん、こんばんは。今日も可愛い。ありがとう。仕事に戻るね。ほなサラダ。ほなサラダ。頑張ってお仕事。いや、首痛いんだよね。やばいんだよね。首痛い。今日ラーメンの日らしい。そうそう、あれラーメンの日って今日メールに書きました。毎日来てるってことは、はやちゃんのこと好きだよねー。こんばんは、こんばんは、こんばん、こんばんは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 、やっぱりそうなんかな。うん、そうだよ。好きなんだ、好き同士なんだよ。首が痛いってことは、ルアさんも痛いって今配信で言ってた。もしかしてルアさんも、私と同じ。なんかね、首が痛いの、本当に。本当に痛いの。もうね、痛いの。ルアさんもか。多分原因は。あれかな、いや、あれかな、いや、あれ、あれ。 あ、本当に痛いのも、れですよね。あれ分かるんですか、あれって。 寝るときに星パス、あ、サロンパスですね。あります、あります。もうシップ貼る。匂わせだね。匂わせ、匂わせになるのかな。あれかな、あれかな。え、マジって首痛い。なんか首というかね、もうあ、いや、肩こりもともとひどいんだけど、なんかもう、ここなんか、ここやられてるの。筋肉痛的な痛さなのか、なんかよくわかんない。肩から首なのかも。そう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 。何かがいる。あ、何かがいるのか。気を取り直してやっていきましょう。噛み合わせから食うこともあるね。噛み合わせから、噛み合わせ、今すごい顔してた。なんかもう何しても、サロンパス朝治ってるよ。マジ？じゃあもうサロンパスに頼ろう。サロンパス貼っとく。え、今貼っててもさ、あれ、いい？サロンパスって。サロンパスって今貼っててもいい感じになるかな？貼ろうかな、サロンパス。
今日はセブンイレブンの日なんだったよね。セブンイレブンの日でもあるよね。お風呂上がりに貼る。はい、わかりました。お風呂上がりが行く。オッケーオッケー。お風呂上がりにじゃあ貼らせていただきます。今日も可愛いね。ありがとう。痛いや。全然今ね、なんかね、可愛いよりもね、痛いの方が硬い。最近はポニーテールばっかだね。すぐお団子、お団子してるとバトンの時を思い出す。明日の朝には治ってるというの。ほんとほんと、なんか今日の朝からなの。なんなら昨日の、いや今日の朝寝違えたのってレベルに痛い。なんか寝違えた、いや以上に痛い。マジなんか首やばい。ほんとに ラーメン食べるの忘れてた。ラーメンの日なのね。大丈夫、愛も食べてないから。うん、ちょっと今日はもう見れないので寂しいけど、また来るね。おやすみなさい。おやすみ、いい夢見てね。クヨ T シャツ買うの。さあリボンさん、寝られるなら早めにし、しょ、ん？寝る？え、寝なきゃね。サロンパス貼って、うん、お風呂入ってサロンパス入ってなきゃね。あれ黒いの似合ってるよ。ほんとリッチ。噛み合わせが原因なら大きな口を開けて口の周りにストレートも、が合ってる。愛してる。9時まで可愛い顔見せてね。はい、9時までちょっと配信します。もうまだふうこちゃんですが、土曜日まで治ってほしい。確かに土曜日前座だからね。配信で見せちゃうの、見せちゃうの、何を。ガットファンのお話し会当選したい。お、やったーん、イェーイイェーイ、おしゃべりできる。愛してる。なんかさ、テンションおかしい。情緒不安定なんだけど。めっちゃ、こう行くときもドスンってなって、こう行くときもドスンの繰り返しなんですけど。わーい、わーい、かわいい、わーい。つけん。まつけ。CD 決済しました。おお !CD 決済、おめでとうございます。まあまあ、そんなテンションの時もあるよ。だよね、だよね、あるよね。ねえ、きゃ。今日はあゆがめっちゃハマってたオーディション番組があるんだけど、この前やってたのとはまた別でね、韓国のアイドルのオーディション番組、あゆめっちゃハマってたやつがあるんだけど、その動画を久々に、なんかそのステージをね、久々になんかいろんな、もうめっちゃいろんなステージ見て、もう一度ね、あーバルバルー、あバルバルー、
ってなって、なんか泣きそうに、泣きそうにっていうか泣いたっていうか、星の見たことないよ。え？なんだ？何見たことない？なんだろう。じゅっちゃみが落ち込んでたから気にかけてあげて。え？どうしたの？じゅっちゃみ。何があった？あ、てか、もう受付中じゃないのに、あのコメント固定コメント、そういえばあれだ。ヤンピー眠そうやね。いや、全然眠くはない。こんばんは。今日ね、レッスンがあったんだけど、レッスン終わりにミリーちゃんとデートしてました。まあちょっとしかあれなんだけど、ミリーちゃんのお買い物に付き添ってました。ミリーちゃん今日あれだって。お家で、お家で、あ、なんかお料理作るんだって。その食材買うのに付き合ってました。テンション低いな。あー、テンション低いのね。あ、なんてことな。今日よきみんな集まったらしいの。そうそう、みんなではないんだけど、ちょっといない子もちらほらはいたんだけど、まあほぼみんな、そう、レッスンがあって集まったというかですね。ダンスのレッスンがありました。原神でお買い物？うん、原神じゃない。イオン。ハーちゃんも何か買ったの？いや、うちは何も買ってない。マジ何の用もなくて、ついてきてって言ったから、あ、いいよいいよみたいな。あ、いいよいいよみたいな。あやって全然いついる？13と15です。13と15日にいます。なんか真顔になった時に口角が下がってると、なんだっけ、なんかなって、なんかで聞いたんだよ。待って、なんだっけ、あれ？なんか口角が上がってるの、下がってるの、なんかがあるんだけど、忘れちゃった。ごめんね。苦手しないよ。いっぱいあるよね。15日昼間当たったんだけど、行くべき？うん。行くべきだと思います。こんばんは。俺が劇場に行くのは14だ。残念。からこっちゃんと、あの、また当てようとしたんだけどな。今日も愛してるウィンク。ドキュンドキュン。リップ系ね、綺麗。すいません、いきなりグロかったかもしれない。15日、あゆの特徴を見せたらいい？え、見せて。それにあゆが特徴に書いたやつ、ちょっと早くちゃんと答え合わせ。じゃないけど。教えてほしいんですけどね。録画しました。あら、まあ、マジか。まあまあ、いいよ。前の特大ウィンクをね。さっきウィンクしたとき、こんなになってたから、あんま可愛くない。うん。と、こっちちゃんと開いてる。うん。うん。難しいな、ウィンクって。
うわ、待って、今めっちゃいきなりマリカしたくなってきたな。十何日、十何いるでしょ、いるいる、多分確かいるよ。うん、やられた。なんだかあなたのことがす、あ、ごまはちゃん好きなんですね、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。メールの返信書いて明日送ります。はい、ありがとう。ラピーアイスライス、はーちゃんこんばんは、今日も可愛い、ありがとうありがとうありがとう、こんばんはこんばんは、チュッチュ、こんばんは。違う違う、何じゃ何きれい、違う、お餅みたい、お餅みたい。はい、ほっぺ超もちもちなんだ。ママは目は綺麗やな、綺麗。すいません、また。まだ返信送ってなかったから後から送ります。あ、メールね、オッケー、ありがとう、レピアだよ。じゅっちゃん星小さいんだよね、身長かな、身長。今日めっちゃ近い、いやそれな、うん、もう近づいちゃう。お肌プニプニなの、プニプニなの、かわいい、ありがとう。もっと近くていいよ。いや